うわっはは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 、おぉニッカー、えおい、これボクシングだよな、ボクシングだよな、やっていきます。意外と上手いでしょ。まずはところは召喚しよう。じゃあいつものあれで、ほっほっほいっくぅぅぅどうもし、こんにちはし、こんにちは。今日はね、お前が急に VR チャットに出てきたからさ、怒ってたよ、ニックは。いきなり宇宙人が他の出てきて許せないっていうことで、今回ちょっと急遽決まりました。本当にやるんすか。昨日でしたっけ。そうです、話来たの。はい、急、まあ、急ではあるな、確かに。とりあえずちょっとやつに会ってみよっか。はい、まあ宇宙人の友達できたら嬉しいね。単純に初めてお会いするんですけど、ニックはあなたと合流したかったもん。こういう、よう作ってあんな、これ。なんかちょっとでかいな。あ、来た。あー、岩だ、これ。なんだー、口動いてる。ニック、ニック、吹かしてる場合じゃないんだよ。始まってるから。ニック、今日はよろしく。もう後ろに隠れんの、後ろに隠れんの、お前、人見知りが出てるって。はじめまして。ところばです。あ、俺ここに？はい。何ですか？なんだもう仕込みがすげえな、仮想大賞見てんじゃねえか。うわすげえな、ニック、仕込みが作ってきてる。すごい。そうだな、その通り。今回は VR チャットナンバーワン宇宙人を決める決定戦だ。よろしく二人とも、というわけで、早速ワールドに行ってもらうわけだけど、ボクシングに行くって言ったろ？一発目。でも、ところばが一発目だと疲れちゃうんだって、単純に。体力が持たないと。ボクシングが後半の方に回してほしいね。OK。まあ、そこは譲ろうかな。じゃあ、どんどん行きましょうか。はい、作りました。お入りください。失礼しまーす。肉いけ。あいつ出来上がってやがる。あいつかなり仕込んできてるぞ、みんな。というわけで今回、一種目目はこちらですね。はい。めちゃ可愛いんだけど、待ってめちゃめちゃ可愛いんだけど、すげえいいな、そのツーショット。エイリアン二人、おい仲良くすんな、おい仲良くすんな、今から勝負だろ。この餅つき、簡単なルール説明をすると、餅をつくだけなんだけど、この月ってやつと潰しってやつを 100% にしないといけなくて、月っていうのは振りかぶんないとプラスになりません。だから早すぎても月が上がんないし、遅すぎても潰しが上がんない、いい塩梅でやんないといけません。やってるか。あ、いやいや、それ消毒しちゃダメ、消毒しちゃダメなんだよ。あ、消毒しちゃダメなんだよ。食品は食品用っすか、それなんて書いてあんだ。じゃないな、マジクリーンは餅につけちゃダメだろ。マジクリーン風呂用じゃないですか。風呂用かもな。え、あ、で手も消毒して、手も消毒しない。あ、はい、できてるか。できたし、
オッケー。可愛いですよ。完璧だな。オッケーです。あーじゃあ、地球外生命体だからちゃんと掃除しないと。ということで、ニンク一発目いってみましょう。来た。おぉ。準備運動。すごい。すごいな。よーし。スタートおいしそう、ニク。こんな感じで、ちょっとニク早すぎるから、潰ししか進んでないんだよね。潰しが。そう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 。ガチャ。あ、いいぞ。おい、だい。潰されちゃダメだからな、手を。手を潰されちゃダメだぞ。あ、いいぞ。あ、いいぞ。いいぞ。いいよ。あ、いい。レッケー、いい感じ。これ対決なんだよな。なんで協力してんだ、これ。これ対決。あ、いいぞ。美味しいお餅作りたい。そうな、美味しいお餅作るためにな。どんどんメーターが進んでおります。対決だよな。間違いじゃなければ。まあいいか。まあいいな。素晴らしい。あと半分。頑張れ。ちょっと、この、息が切れて。ニクさん、それダメっす、多分。それダメなやつっす。はい、よいしょ、終了。ニックのタイム、72秒72。ちゃんとな、ちゃんとな。え、本当に撮れんの、すげえ。え、これ本当に見て、ところば見て。映ってる？うん。お前頭でけえな。ほぼ映ってねえじゃねえかよ。頭でっか。じゃあもう対決とかどうでもよくなってますが、ニク頼むぞ。あ、そうだな、確かに。いや、始まった、始まった、始まった。いいぞ、いいぞ。ちょっと敵が少ないじゃないか。あ、入れるタイミングが、あ、入れるタイ、ところが入れるタイミングがないって、ほら、入れるタイミングがないって。よし、いいぞ。お前手が短いから、ところが全然月がさ、ほら月が溜まってない。いいよ、いい連携だよ。もっと振りかぶれ、振りかぶれ、ところが振りかぶれ、振りかぶれ、はいはい、手から離れていっちゃう。いいぞ、はいはいはい、素晴らしい。心臓痛い。大丈夫です。大丈夫、いけるか。そんな、お前ダメだよ。楽すんな、楽すんな。よしよしよし、だから待って、ちょっとだ、頑張れ。よっしゃー。はい、ところば。ところば103秒。負け。普通に。うん？普通に負け。103秒。負けたー。こんな頑張ったのに。ニンク、ハイタッチだ。お前の勝ちだな。え？壊れちゃった？うん。お前さっきこうやってやってたもんな、スマホの手でな。ごめんなさい。ところば、割れてるだろ。一番新しいやつを送るっす。なんだろう。4S とかでいいっすか。4S はめちゃめちゃ古いわ。スマホ級して。これ水筒っすか。あー、いいな、いいな、いいな。これめっちゃいいね、ちゃんと撮れるの。これめっちゃいいじゃん。これ VR チャットの定番。え？瓦割り。手だったり、頭でもいけるんだけど、これ頭でやるときマジで気をつけないと本当にぶつけちゃうから、気をつけんだぞ。どれでいこう。どれでもいいぞ。右手な、エルボーもあるぞ。エルボーこうなるわけだな。そうや。いや、お前リーチが足んないんじゃない、リーチが。多分折れる。まあそうだな。腕。オーケー、ところば来たね。おー、それ硬くなんじゃねえか。あのそれ硬くなっちゃうんじゃない。来た、あら、なんかまとってるじゃん。これほら、手。え、ここ。よし、行け、行くっす。ブリャー。いやー、おー、名前だ。え、
1、2、3、4。3枚目いってるかこれ。3。まあ解釈通りだよ。お前めちゃめちゃ割れちゃったらなんか違うもん。弱い。はい。あれ、ニクさん、うっ、え。ちょっと待って、もう、ちょっと待って、全然見えてなかった、見えてなかった。お前頭でいったか、画面から言ってたんですけど。ニク、もう一回お願いしていい？ニク、もう一回。ニク、もう一回。気をつけろよ周り。あ、違う。わかった、ここで見てるよ、ここで見てる。あ、なるほど。わかった、わかった、ここで見てるよ。どこ？あっ、待って、全部割れてる。待って、そんな、ネク大丈夫か？フラフラじゃないですか？ネク大丈夫か？痛くない感じ？大丈夫ですか？大丈夫か？おもろすぎ。でもこんぐらいの勢いがあると全部割れるんだな。はい、この勝負もニックの勝ち。ニックの勝ち。おい、負け犬、おい負け犬。え、ひどいな、ひどいな。あ、掃除、掃除して、掃除して、掃除して、ほぼ取ってかれたぞこれ今。ほぼおにぎりだけは、 おにぎりだけは。次の勝負はこれだ。え、何ですか？2人の相性度はシュガーテスターが診断します。え、シュガーテスター。今回が司会がスタミジャパンということで、お前らの俺との相性を測ってもらう。俺はお前らのこと愛してるわけだよ。お前らが俺のことを愛していたらね、おい食いながら聞くな、お前らが俺のことを愛していたら 100% に近い数字が出るはずなんだよ、わかるな？やばい、戦争持ってきてない。かわいい。じゃあまずはニックからだ。片っぽ持ちます。片っぽ持っていくぞ。パチッ。ニック 17%。 ほらニック、まだ俺たち遊び出したもんか。はい、お前17な。俺はお前のこと愛してるのに、今後、そう、今度たくさん遊んでもっとパーセンテージ増やしていかないとな。で、手を合わせる。はい、調子、天井限界。はい、21。お前もまあまあまあだな。いやいや、それほどでも。いや、褒めて褒めてねえよ。あ、じゃあ二人とやってみるか。やっぱり。ニックさん。いいよ。はい。すげえ！エイリアン同士すげえ！エイリアン同士 96%！ そういうことか！ニックさん？ニックさん？すげえな！やっぱエイリアンだ！そうか、俺がジャンモロだったか！でもこの結果は、一応 21% vs 17% で、ところばの勝ちだ、おめでとう！でもまあ、ニマさん、ニクさんね。もう仲良くなって。早い。まだ1マップ目だぞ。早い。すいません。うん。あ、いや、あ、まぬがれた。あ。ごめん、間違った。ごめん、間違った、ニク。悪い。悪い。ニク。あ、疑問だ。でっかでかすぎるだろ。天才いたな。拾っちゃった。天才っすね。天才いたな。なんでその落ちたポーズを取れるんだ。確かにどうやってさ、今のポーズ取ってんの。はい、作りました。入ってください。いけ。クズ。入れる。いけ。やばい、笑い疲れる。水分補給。一回水分補給。あかん。
そうです。某お絵描きのぬるぬるです。はい、こちら。おい。はい。で、お絵描きの森と違うところは、絵を空間にさ、こうやって立体で描けるじゃない、うん、こうやって。こうやって。描くですね。それでやってもらいます。これは俺も回さるから。これも勝負ってよりただ遊ぶだけになっちゃうけど。あなたは回答者です。ここ、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 ここ。来るぞ。え。青とかにも意味あるはずだから。何書いてるか。そう、何書いてるか当てる。5文字だから、5文字確定。120秒。5文字。え、あ、あ、5文字？あ、はいはいはい。え、ひらがな5文字必要ね。いい、俺も言ったと思う。はい！ドライヤー！わかった。え。てか言っちゃいけないのかこれ、これどういうことなんだろう。オッケー、全員答えたら、はい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 、ドライヤー ね。うめえな、お前肉絵が。オッケーっすね。やるな、お前。うまいっすね。お題を選択、むずくない？むずくない？よいしょ、ちょっと書いたことない。ハートじゃね？よいしょ。いや、違うな。よいしょ。よいしょ。なんだ？待って、なんだ？あ、あ、どっくん。ええどっくんええくだかいとかか。オッケー、来た。どっくんどっくんどっきどっどっどっ。いやいやいや、違う違う違う。いや、違う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 。身長に異常きたしてんじゃなくて、やってください、問題を。来た。な。おっしゃー、心臓ということで。自分使うっていう発想素晴らしいね、ところがね。いや、もう期待してるっすよ。任せろ。いや、もう、余裕っすよ。はい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 。パムジ？うん。何言われてんだ？な、え、に、肉さんわかる？あれ。あにゃー。え、違う？え、え、え、なんすかその動きは？その動きはなんすか？あ、え、あ、あ、あ、オッケーっす、オッケーっす、オッケーっす。伝わったっす。いったか？オッケー。よっしゃー！あ、ちょっと負けた。すごい、めっちゃおもろいやん、これ。売ってる人の動きっすね。そうそう、売ってるのよ。ありがとう。というわけで、俺はみんな気に、俺が勝ってどうすんねん。あ、俺の勝ちこれ一応ね、面白いっすこれ。おもろい、これ見て。俺たちの絵が見えんの、これ。見て見て。心臓。いい。で、ドライヤーが、ニックが一番うめえじゃん。いや、八百屋さんのこの、これがもうミスリードすぎて。鼻なるほどな。大根に見えないのか。じゃあ次が本気だな。本気モードだな、みんな。オッケー。あ、あ、5文字？ 5 文字。なになに？もうもはやね。え？あ、わかった！お前、お前絵描け！お前絵描け！え、わかるけど絵を描け、お前は。あ、合ってるか。もういらんかったな。オッケーっす。オッケー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 。まあでもこれもありだな。VR チャットならではだな。面白いな。なるほど。え、あ、来た。じゃあ、これも来たね。むずくない？さっきから。またむずいのか。え、よいしょ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 。は？なんだ？え、なんだ？ちょっと、もう一個書くか。どうやって伝えようみたいな段階ですね。ちょ、縦横無尽に見てほしいっす。縦横無尽。一旦ちょっと俺たちも頭柔らかくしないとな。こんにちは。なんだ？いい天気っすね。ですね。こんにちは。あ、はいはいはい。いい天気っすね。いい天気っすね。いい天気っすね。え、なに？え？あ、なに？え、俺ち、歌、あ、なるほどね。俺歌ったっけ？ままごとして。もままごとか。多分打ち間違えちゃった俺。あ、来た。はい。な。え？どういうこと？
3文字のおおえあの、あの、違う、あの、タミさん、違う、違う、タミさん、違う、助けて、あの、呼んでおきました、違う、警察の方たち呼んでおきました、あ、現行犯っす、え？もうここまで行っちゃったから俺は取り返しつかない。もうここまで行ってしまったらもう給油してるのはわかるんですけどセルフあのこれはむずいっすマジむずかった車かなと思ったんですけど車じゃないっすよね。あでもいやそんなつもりはいや、ほんとにね。いや、でも書こうとしてたものは分かるはずなの。ほんとにそう。あ、分かりそうにして。ごめんなさい。分かりますけど。申し訳ない。申し訳ない。ごめんなさい。21時44分ですね。ごめんなさい。よいしょ。ダメっすよ。ね、これ対決は？あ、ところばの勝ちじゃない？あ！ところばの勝ち！ところばの勝ちだ。あ、トミ引き分けか？ん、あれあれ、何受け取ったっすか、スタミさん。俺は何も受け取ってない。俺は何も受け取ってない。あ、もらった、もらった。お前がもらってたっすね。お前がもらってたっすね。あ、ニックさん指摘して。次のワールドに行きましょう。はい、どうぞ。行っちゃってください。あ、じゃあ僕行きます。僕行きます。マジでそんなつもりなかったんだけどな。これ、行きましょう。これ、ハリセンの、あ、ハリセンのやつですね。ここでは、お前らにハリセン勝負をしてもらう。負けたやつは、自ら、この、粉でできた、奈落に落ちてもらうから。というわけで、こっちエントリーから、エントリーできるから、どっちでもいいぞ。これですね。うん。あ、どっちも 2P に入ってるじゃないか。ニックさんどっち入るんですか？こっち行くんですか？あ、オッケーです。ほら行け。自分1入るって。いいよ。あ、もう始まるぞ。バカ、そう、ガードもできるから。ガードもできる。で、頭をガードしてるときは、お尻を守れます。お、いいぞ、ガードできてるぞ。え、お尻？そう。あ、いいよ。今、実況はこうやって見えてるから。あはは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 はニック！ニック！ニック大丈夫か？ああ、息から来たんですか？ところばも真っ白だって。ところばも真っ白だよ。ところばも真っ白だよ。スタミさんも。え、俺も真っ白だってね。真っ白だってって。こんなになっちまったな。俺なんでお前、俺なんでお前、分身してるんだお前。お前なんで分身してるんだ？あ、来た来た、連行だ。ちぎれちゃうよ。あ、ちょっと腕使う。あ、痛い、痛い。なんですか、急に。痛い。お前、俺のキュートアグレッション。おい、やめろ。おい、やめろ。あ、来た、真剣した。白羽取りか？お前、お前どんだけ力込めたんだ、ところばおいあの、大丈夫かお饅頭しかなかった。よいしょ、お饅頭食べる？危ねえ、大丈夫か？お、お、
おおおお、聞こえた。よかったよかった。あぶねー、死んだかと思った、肉。あぶねー。ところが、お前そんな才能あったんだな。この力は封印するし。ちょっと封印しとけ。今みたいになっちゃうから。何ですか？いや、一緒に、一緒に押すか、これ。お金、お金、お前お金いつもないだろ、お前。ニック。なの投げなし。おい待て、お前、お前ところば。あの札束で殴っちゃった。お前、お前待て、ニック、ニック大丈夫か？またやられたか？あ、ニックさんどうぞ。オッケー。できるか？うっ、なんだそれ。お前顔はそのままじゃねえか。なんかおかしい、バグってるバグってる。可愛い女の子かと思ったら全然ちげえじゃねえかよ。ニックはニックなんだな。あー、セクシーすぎる。はい、ちゃんと洗って。ほら。洗ったら。はい。はい、ごめん。セクシーショット。はい。はい。うん、完璧だ。楽しそう、非常に。いい。あ、いや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 、あ、何ですか？お、なんだこれ、肉。あ、そろそろ行くか、そろそろ行くか、よし行こう。お、なんか待っててくれてるぞ。ありがとうございます。はい、こんにちは。覚えてくださって、あ、こんにちは。こんにちは。特別なリンゴをちょっと準備したんで。嘘だろ、嘘だろ、そんな、いいんすか。じゃあちょっと、お邪魔して。はい。あ、じゃあ失礼します。はーい、行ってください。えぇ、何ここ、えな、なんだ、おい、いるぞ、しかもレフリーが。大会仕様、大会仕様、おい、おい、見ろ、見ろ、ところば、ほら。何ですか作ってくれてる、勝手にやらそえ。ニック、フレッところば。こんなところあるんだ。ありがとうございます。用意していただいて。ティンパンさんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お、ちょっとエコーもかかって。というわけで、次の競技は、VR チャットボクシングということで、ここにお邪魔して、ニックとところばには戦ってもらうから、正々堂々。オッケーっす。オッケー。これを、はい、これで、はい、リングインできます。来たな、リングインっすね。リングインだな。サミさん、もしよかったら、リングの中で一緒に応援できるんですけど、ここの方がいいですか？いや、俺、リングサイドでこうやってやっぱり、応援したいな。あ、リングサイドで。オッケーです。いいです。わかりました。ところが、もう、準備はできてるか？世紀の一戦。このために練習してきたよな。してきたし、多分。背中向け、叩いてやるから。はい。ほら、行ってこい！行けるっす。バーン！ペチン。ま、ちょ、あの、パソコンの位置だけ気をつけるっす。ちょ、これ。そうですね。このモードは、一番簡単なモードで、もう、強く殴るだけです。あの、彼がいないんですけど、これ、彼入場からするんですか？すいません。どうなんですかね？どうなんですかね？ちょっと若いが一応、なんか、彼いないんですけど、あとは、まあ、よし。これ、ちょっと、ところが、あの、気づいてと思うけど、やついないんだよ。今からちょっと始まるから。えじゃあ、あの、お二人の準備が良ければ教えてください。あ、準備 OK です。準備 OK ですか？そしたら、こちらが注目いただいて。えはい。元祖 VRC 宇宙人ニック、出てこいや！え？パラリラ、パラリラ？おいおい、凝ってんなぁ！すごい、あー、危ない、ボクシングの試合やってる、それは釘バット持って、すごい入場シーンだ。なめられてる。ところがこんなやつに負けんじゃねえぞ。カメラパフォーマンスだ。お前、あんな、おちゃらけたやつに負けんじゃねえぞ、ところば。わかったな。負けないっす。でも、お前、行ってみろ、あの。な、盛り上げに盛り上げ。
よし。それでは簡単なリレーションの説明します。お願いします。3ラウンド1分ですね。1分3ラウンドです。1分3ラウンドで、戦っていただきます。最後判定による、決着になります。ローブローと振り下ろしパンチ、裏剣などボクシングで禁止されているパンチは後で減点対象になりますので。ああ、だって、はい、真ん中に来ていただいてグローブタッチをして試合開始させていただきたいと思います。オッケーし。さあ、ここで決まるからな。ナンバー宇宙人が VR チャットの頑張れ、本気だぜ。そうだよ、思うところがあるからな。負けない。じゃあサミさん、お願いします。試合開始の合図を。じゃあ始めたいと思います。 VR チャットナンバーワン宇宙人決定戦スタート。始まりました。さあ始まった。さあ両者見合っている。両者見合っているぞ。おお、どっちもパンチが届いてない。リーチが短すぎる。短すぎる。リーチが短すぎる。お前ボクシングしろ、ボクシングしろ、ボクシングしろ。いいぞ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 。これパンチが当たったらエフェクト出るんですよね。エフェクト出ますね。もっと強く投げてみてください。ところさん、はい、シュッ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 。あ、天井を殴っちゃった天井を殴っちゃった。ところは天井側に住んでおります。あまりにも激しい動きをすると天井に当たってしまう。さあ全然ところが殴れ殴れ。おいいぞいいぞいいぞ。攻め上げてる、素晴らしい。攻めてる攻めてる攻めてる。溜めて溜めて溜めて。頭でかいなお前。いいね、アビリティ高いですね。さあ残り時間あともうちょっとしかないぞ。タイムアップ。おい来い、タイムアップ来い。いいぞ、今お前が攻めてる、今お前が攻めてる。お、息切れてるな。あと2ラウンドで頑張れ。もうあっちあの感じだぞ。余裕も余裕だぞ、あいつ。やってる。オッケー。また早くパンチを繰り出すんだ。分かったな。行け。はい。どこここ。あ、ここか。よいしょ。やるっすよ。おい、キック、キックやめろ。おい、キックやめろ。おい、キックするな。キックやめろ。もっと早くか。もっと早く、もっと早く。シールド、シールド使うな、シールド使うな、なんでもあるじゃねえか。パンチ当てろ、当てろ当てろ。はい、お願いします。おい、ニック、え、ナイスか。ほら、おい、そうだ、ちょっと。だんだん、ところが騙されるな。ニック、ナイス、ナイス、ニックさん。もう次来ても騙されるだよ。おい、一回来い、一回来い、通用しないっすよ。一回来い、一回来い。またあの技が繰り出されるから、またあの技が来るから気をつけろ。分かったな。おいおい、あれ見ろ。え、何ですか。ニックの戦闘モードに見えないっす。これからなんじゃと。ニック、お前そんなモードできる。トクロマ、トクロマ怖くない。パンチを繰り出せた。お前ならできる。守ってる場合じゃないぞ。いけ、いいぞいいぞいいぞ。もう流されんだ。おい、おい、なんだ、おい、なんだ、おい、これボクシングだよな。ボクシングだよな。これはボクシングだよな。うわぁ、おい、外してるじゃないか。おい、外してるぞ、ニック。ニック、外してるぞ。全然当たってないぞ。残り時間15秒、15秒。どこ見てんすか。俺が渡したみたいになってるけど、俺が渡したみたいになってるけど、渡してない、渡してない。俺渡してないよ。ダメだ、あいつ興味持ってる。それでは、ただいまの試合の判定をさせていただきたいと思います。はい。それではですね、ただいまの試合ですが、狂気の使用により、ニック選手の反則負けとなります。勝者、ところば選手、ところば選手、ところば選手、おめでとうございます。おめでとう、当然の勝利っすね。おめでとう、当然の勝利ですね。はい、そうだよな。練習の甲斐があったな。ボクシングだからね、ボクシングだから。おめでとうございます。感動したよ。疲れた。よく戦った。お前さ、一応凶器使っちゃったから、釘バット使っちゃったから、お前、釘バットダメだよ。それダメだよ、ボクシングだもん。あ、
あと、ドーピングもダメじゃないですか。そうだな。お前ドーピング、ちょっと3ラウンド目からお前姿が違ったぞ。ピースじゃないって、ピースじゃないって。グローブ貫通してんじゃないですか、もう。なら、ニク、お前に上場酌量の余地はない。宇宙でやれ。甘くないっすよ。はい、リングは。はい、というわけで、賞金、ニクから金一封で。あ、オッケース、オッケース、オッケース。あ、あ、お金もね。あ、どうもどうもどうも。切り替え早っ。お、なんでも出てくる。早っ早っ早っ。すごい、職人芸だな。あ、お酒もお酒も。じゃあ僕もいただいていいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、たまらんな、お酒。お金もいただきますよ。VR チャットプラスだ。VR チャットプラスだ。勝ったからな、そんぐらいもらわないとな。グラフィックボードもらえた。でも俺最近俺あれだから、パソコンあげたから。いっぱい？ちょっと買い方とか取り付けとかわかんないんですけど、一緒。もらうしね。ね。あげたくないって。あげたくないってさ。え、あが、もらっちゃうしね、ありがたく。はい、というわけで、ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ブヤレットボクシング、ちょっとすいません、順序が変わってしまって。すいません、ちょっとすいません。最初にやったらね、これ疲れちゃうからね。足今、やばいんすよ。やばいんすよ、ちょっと。普段からどんな格好をしてるんですか？ガチガチスポーツっぽい、ボクシングとか、いろんなゲームのモードで遊べて、はい。すごっ、かっこいい。部活動みたいな、はい。あんな動きになるんです。やばいな。かっけえ。定期的に開催してるんですね。はい、木曜日と日曜日に夜21時からやってます。木曜日と日曜日にやってるみたいです。はい。で、ここ大会も たまに開くんですよね。いろんな大会、年間4回ぐらい大きい大会開いてるんで。なるほどですね。チェックしてみてください。そんな場でちょっとボクシングさせていただき、ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったっす。ありがとうございました。ということで、僕たちは次のワールドに行きましょうか。